長原古墳群一図、長原古墳群は、大阪府大阪市平野区長吉長原とその周辺の地下に埋没して存在する古墳群。古墳時代前期末から後期初めにかけて築かれた群集墳である。大阪市営地下鉄工事により存在が明らかになり、200基以上の古墳、古墳の痕跡が検出され、多数の埴輪が出土していることで有名となっている。 1973年、大阪市営地下鉄谷松千延長計画に伴う、長原遺跡の発掘調査で、地上には何ら古墳の痕跡がないのに、円筒埴輪などが、次々と出土した。調査を続けると、墳球の森土の多くは失われているものの、墳居に就合を持つ、小規模な古墳の痕跡が多数残っていることが、判明した。ついで、 直径50メートル以上、残存部で2段に築かれた噴球が姿を現し、その地区の障子名が塚の本であることから、塚の本古墳と名付けられた。地籍図を調べると、他にも、一月か、落塚、狐塚、高塚など周囲に、かつて古墳が存在したことを伺わせる地名が存在し、その範囲は、南北2キロメートル、東西1.5キロメートルにも及んでいた。 これらの範囲では、市営地下鉄工事の後も近畿自動車道の建設、区画整理事業、下水道工事、住宅建設、建築の建て替え工事などに伴い、続々と古墳の移行が調査され、2006年までに調査、検出された数は213基にも及んでいる。これらの古墳から出土した埴輪は安駅の変年間から、4世紀末頃から6世紀前半に、 かけての期間にこの古墳群が形成されたと推定されており、これをもとに4期にわたる変遷が解かれている。1期には、塚の本古墳や1月か古墳など、直径数十メートルの比較的大型の古墳が築かれ、その周囲に2期から3期にかけて、小規模な古墳が多数築かれている。4期には、前方後円墳の7の坪古墳や、 南口古墳が築かれたのを最後にこの古墳群の造営は終了したのではないかとされる。五世紀代と見られる2期と3期のものが多数を占めており、奈良県新沢千塚古墳群などと同じく初期群衆墳の一つに位置づけることができる。また、長原古墳群が南東わずか数キロに位置する日本最大級の古墳群。 古市古墳群の造営時期とほぼ重なることから、両古墳群の関連も指摘されているところである。この事象と関連して、一気に比較的大型の名手的古墳が築かれているのに二期から三期には、もっぱら小型の豊墳ばかり築かれるのは、この地域の支配構造が一期は、在地主張を通じて、大王の間接的な支配を受けるものであったのが、二から三期には、 大王権による直接支配へと変化したことによるのではないかとする説もある。また、さらに進んで、長原古墳群の大型方墳の被葬者を、大和王権に組み込まれた現初的な官僚、諸言的官僚組織に属した人々とする考えも、ある。169号墳出土船型埴輪大阪歴史博物館展示。170号墳出土船形、 埴輪大阪歴史博物館展示。長原古墳群では、後世の作兵が著しいため主体部が残っている、ケースは少なく、その構造が明らかになっているのは18から19期である。それらは、木管自家層埴輪棺が主で、年度各も一例知られる。縦穴式石室や石棺の存在は、現在のところ知られていないが、 最後の時期に属する7の壺古墳からは、横穴式石室の規定部が検出されている。副装品検出例は、同じ理由で少ないが、鉄剣、鉄符、鉄釜などの鉄製品、水器、弾器、管玉などが出ており、蒸気、7の壺古墳の石室底部からバグる一式が、ガラス玉、鉄製武器などともに出土している。また、 これらの古墳の墳球の残存度や修行から、埴輪が多数出土しており、円筒埴輪、壺形埴輪の他に、人物、馬、盾、甲冑、蓋などの継承埴輪、囲い形、船型、家型の埴輪が出土している。中でも高回り1号墳、2号墳から出土した、船型、炭鉱形、兜形などの埴輪30点は、国の重要文化財に指定されている。 一号墳の船型埴輪は、宮崎県西都玄古墳群などで出土しているものと、同じく、船首・船尾が反り上がったゴンドラ型をしていた。二号墳からは別のタイプの船の埴輪が出土しており、船首・船尾に波序盤をつけるもので、隣接する矢をし、旧宝寺遺跡より出土した木造船と同じ構造であった。両古墳が検出された場所は、現在、 自動公園とされ、波和や公園と呼ばれている。これは、大阪市が、市政100周年事業の一つとして2号分の、船形埴輪をモデルに復元船が制作され、公募によってこの船が、波和やと命名され、1989年に、韓国富山まで、実験公開を行ったことに由来する。両古墳出土の埴輪の実物は、大阪歴史博物館に展示されており、 福原船、波和屋の方は、浪和の海の時空間に展示されている。また、道公園には、長原高周り古墳群の検証碑が、同市によって建てられている。古墳時代、海とつながる河地湖は奥深く、内陸に入り込んでおり、長原の地も瀬戸内海や外洋と直接、つながっていたようである。長原高周り古墳群 -142。14 ありがとうございます。